どうも池袋どもの会です。どうですかこの巨大画面に囲まれた生活ね。いいでしょ。まだちょっとね巨大っていうには迫力が足りないかもしれないですけどね。ちょっともうこっちはフレームアウトしておきますけど、はい。で今回ね前回から引き続きで撮ってるのでまだね、まあ、こいつら何も食べてないんで今日、餌をあげたいと思うんですけども、もともとね草食のカメなので葉っぱをあげたいと思います。普段は人工飼料のレプトミンっていうのをあげてるんですけど、まあ、草食のカメっていうのは、まあ、たまには葉っぱをあげた方が、まあ、バランスがよくね保たれるというか、まあ、たまには葉っぱあげないと甲羅の成長とかもね、まあ、綺麗にいかないこともあるっていう話を、まあ、聞きますので、ちょくちょくね本当に人間が食べるような野菜を買ってきてですねあげてるんですけれども、今日は小松菜をあげていきたいと思います。はい、毎度恒例となっているナマズアップからのこの冷蔵庫を開けるという絵ですけどね。まあこれはね別に解凍とかしなくていいんでこれそのまま揚げますけれども、まあ、そのままというかね、水でさっと洗って、まあでも切ったりする必要もないですね。これもう束ごと揚げればもう勝手に食べますんで、これそのままドボンと入れたいと思います。どうでしょうね、これぐらいだったらね1日でこれ2匹でペロッといくんじゃないかな。まあ1回か2回分ですこれで。それぐらいよく食べます、特にメキシコカワガメはね。でよくねリクガメの餌として小松菜って使われることが多いんですけれども、まあ別にね小松菜を特別好んで食べるっていうわけでもないというか、まあそれはカメによってね好き嫌いあるんですけど、カラグールガメをお医者さんに連れてった時にですね、その亀にとって、まあ、亀の成長にいい栄養価を備えている野菜の一覧みたいなのをもらってですね、で小松菜っていうのは結構優秀らしいんですね。その他にはモロヘイヤとかあの辺がいいらしくて、逆に白菜とかはねあんまり栄養がないからあげてもしょうがないみたいなことを言われたんですけど、で小松菜はね結構優秀な上に、まあ普段ねスーパーとか行く方は分かると思うんですけど、ね、安いんですよ。キャベツとかね一玉買おうとしたらゲッていうような値段しましてね、まあ、最近ねどの野菜も高いですけど、まあ、小松菜はね割と手頃に手に入りますんで、これもね100円ぐらいだったんじゃないかな。まあとにかくね亀餌用としては大変優秀な野菜でございますので、まあ、小松菜をあげることは多いですね。一袋でこれとこれですね、まあ、これね1回分ですね、うん、食べちゃいますねこれぐらいだったら。でちょっとねうちの冷蔵庫がまあ安物なもんで、なんかね根っこの部分が凍っちゃってて、だから根っこだけ取りました。でこっちをメキシコカワガメ、こっちをカラグールにあげたいと思います。ごめんねちょっとカラグール水槽の前でね説明してたらなんかこう見に来ましたけど、君は後だ、先にメキシコカワガメからあげていきましょう。いいねいいねいいね。まあ、人工飼料に比べたらねもう手離しちゃいますか。人工飼料に比べると何回もこう噛んでですね葉っぱをこう一口一口噛み切って食べないといけないので顎の力も使うと思うんですね。で本来この草食の亀なんでこの葉っぱを噛み切るためにこうくちばしがこうノコギリ状にですね鋭くなってるんですよ。なんでたまにはこうやって噛み切って食べる葉っぱをあげないとですねくちばしもなんか伸びちゃってというか、まあ、ハンバーガーばっかり食べてる人がね顎の力が弱くなるみたいなことを昔から言いますけど、まあそんな感じでね本来
食べるべきものっていうのをしっかり定期的に上げていくっていうのは、まあ、成長の上でね大切なことなんだと思います。すごいダイナミックに食べるね。このメキシコカガメのエライとかね、茎を食べるんですよ。茎をカラグールはね茎残すんですよ。跡形もなく食べますからね。えらいね。まあ、ただこの葉っぱをあげる時のね難点としては、噛み切った時にこの細かいね葉っぱのカスが舞い散るんですよ。そうするとねあのフィルターのあの物理ろ過のウールマットがあの細かい葉っぱの塵ですぐ詰まってしまうので、それが難点といえば難点ですね。なので、まあ、今日は土曜日で毎週日曜日に水槽のメンテナンスをしてますので、まあ土曜日にね、まあ水が汚れる餌にっていうことになるので、それは土曜日にあげて、で日曜日の、まあ、午前中とかにですねまとめて汚れを落とすと、そういうサイクルであげています。まあただねウルマットなんて別にね詰まったらすぐ交換しちゃえばいいんで、週に1回しか交換できないみたいな、別にそんなことはありませんから、まあ、週に2回とか3回とかでもね葉っぱ上げてウールマットが汚れたらその都度交換とかにしちゃえば別にいいんですけどね。もうちょっと大人になると本当に葉っぱだけ上げた方がいいみたいな、人工飼料だけじゃなくて、だけじゃなくてというか人工飼料じゃなくて葉っぱだけを食べさせた方がいいみたいな話もちょっと聞いたりするんですけれども、まあ、その辺はねあのいろんなショップの人とかメキシコカワガメに詳しい人に聞いてね、どれくらいの成長度合いから、どれくらいの餌の配分にすればいいのかみたいなことはねちょっと有識者の意見をね聞いて今後育てていきたいと思います。でもやっぱりねこのレプトミンのスティックをパクつく姿よりですね見てて面白いですよね、こっちの方が。あんまりこっちの壁際で食べてるとさ、水温計のコードを噛みちぎらないからすごい心配なんだけどね。これももう何回もねこの水温計のコードを引っ張って本体をね水の中に引きずり込むといういたずらをしやがるので、このテープで止めてあるんですよコードを。引っ張っても本体にこう力が及ばないようにね。おーおー、ちょっと大丈夫？勢い込んで食べ過ぎた。まさかもう腹いっぱいなんてことはないよね。まあ食べてますね。な、自分の何お前自分の口からブハって吐き出したものはもう食べないの？そっちから食べるんだもんね。面白いね。まあ、食べきるまでには時間がかかるんでね、このまましばらくほっときましょうか。はい、すいません、お待たせしました。
カラグールはね、あんまりこう食に対する執着がないというか、そこは飼い主の私に似たんですかね。私はあの食事はもうスピード重視で、なんか美味しいとかまずいとかあんまりどうでもよくて、とにかく早く食べられるものが好きなんですね。カップラーメンとか大好きなんですけど、あとインゼリー好きですね。あ、食べた食べた。あんまりね、もうお上品なんでカラグールは、餌見してもね、がっつかないんですよ。がっつかないんだけど、食べる時の勢いは、まあ、ありますね。さっきも言ったようにね、もともとあんまりこう亀にしてはお上品で、そんなになんかこう餌をまいてもですね、んまあ、まあ後で食べとくよみたいな、そういう感じの亀なんで、まあどっちかというとね、あのバクバク食べてくれる方が安心じゃないですか、飼い主としてはね。でメキシコカワガメと一緒の水槽で飼ってた時も、全部これメキシコカガメが食ってんじゃねえのみたいな感じだったので、まあいろいろね、心配の絶えないカメなんですけど、一回病院に連れてったりしてるんでね。ただまあこうしてね、ガツガツ食べてくれると、まあ安心というか、まあ季節柄今、まあ、夏の終わりでね、まだ暑いんでっていうこともあるとは思うんですけどね。カメの食欲が爆発する季節ですからね。まあ、でも最近は本当にこうして、もう特に何にもね、心配するようなこともなく、入れた餌はもう全部食べてますから。食べ終わったらね、ツイッターとかにも載せようかと思うんですけど、多分ですけど、まあいつも通りであればこのカラグールはね、茎は残すんですよ。でメキシコカワガメはもう茎まで全部食べるというかね、もうさっきみたいにむしろ茎の方から食べるっていうね。お母様も安心のカメですね。君もその結構太いね、茎の部分とか食べてるじゃないのよ。できればね、跡形も残さずに食べてほしいんですけどね。まあ、こいつもしばらく取っておきます。はい、うちのデカブツ2匹に葉っぱを食べていただきました。ましたというか、今もいただいております。どうでしょうかね、リクガメが野菜食べる様子とかは結構ね、いろんな生き物飼ってる YouTuber とかの人がね、動画にしてるんで見たことある人は多いかと思うんですけども、このミズガメが水面に浮かんでる葉っぱを食べる様子ってなかなか見ないんじゃないですか。どうでしょうかね。まあ、もっとでかくなるとね、本当に顎の力も強靭になってて、まあ、今でもね、噛まれると相当痛いですけどね、このお方たちは。まあ、もっとね、頭がでっかくなって、体もでっかくなって、顎の力が強くなるとですね、
まあ、ものすごい迫力になりますんでね、まあ、この調子ででっかくなっていただいて、なんかメキシコカワガメはあの一旦口の中に入ったものはブハッとこうさっきから吐き出してますけど、あのもうちょっと綺麗に食べていただきたいですけどね。はい、まあ、今後もね、いろんな種類の葉っぱをあげていきたいと思いますので、また買ってきたらあげる様子を動画にしたいと思います。それでは今回はこの辺で、バイバーイ。